黄金バット、黄金バット、黄金バットは昭和の初期の紙芝居のタイトルロールの主人公。金色の骸骨の姿をし、漆黒のマントを身にまとう。昭和40年代に漫画、映画、テレビアニメ化された。スーパーヒーローとアンチヒーローの両面を持つ孤高の主人公であり、一般的には死の象徴として忌避されるサレコ戸ベをモチーフにしたヒーローという点で、 その存在が斬新だった。特有の高笑いと共に現れる金色のコウモリが特徴的である。1930年昭和5年鈴木一郎原作で白骨面に黒マントの怪盗が活躍する街頭紙芝居シリーズクロバットが好評だったことから主人公を黄金色にした絵十九枚を長松武雄が描いて誕生た。クロバットの最終回で 無敵で、不死身の悪役であるクロバットを倒す正義のヒーローとして突如、初登場した。この黄金バットが子供たちに大好評だったため、黄金バットを主人公とした新作紙芝居を、有友会の後藤時造、高橋製造、田中次郎らが制作、当時の驚異的な当たり演目となる。しかし当時の冷静な紙芝居業界に、著作権意識は存在しなかったため、 出したような黄金バットが勝手に作られた。さらに当時は、セリフは書かれておらず、区伝だったため、同じ紙芝居でも演者によって内容に異があるのが、普通だった。なお、戦前の黄金バットの紙芝居のほとんどは、戦時下の混乱あって散逸、あるいは戦災により消失したとされる。当時の紙芝居は貸出式だったため倉庫にまとめて、保管されており、倉庫が、 火事に遭うとすべて燃えてしまっていた。また、手書きで写し絵書きされていたので、制作数が少なく、人気作は損耗も激しかった。黄金バットは、長い歴史を持ち、そのため数多くの作品に登場している。戦前は、王風の三重詩のような洋装に帽子を被った長髪の黄金骸骨、または痩せこけた老人のような金色の顔、という風貌で、 黄金丸というサーベルを操る。終戦直後は、新中軍によって、チェックが入り、クリントしたパーマ髪の仏像のような顔のヒーローに改変され、すぐに少年雑誌の絵物語で、元のデザインに復活。その後微妙な変更を経て、アニメなどで見られる、大きな襟付きマントを翻して飛んでくる、顔がされ神戸で筋骨たくましい金色の超人という、 親しみやすいデザインとなった。武器はシルバーバトン。アニメ後期には暗闇バットという濃い青色のライバルキャラクターも登場した。宿敵、謎王は四つ目の耳くの覆面に左手が機械の鍵詰め、下半身は円盤の中という奇怪なデザイン。どこにでも現れる謎王タワーをねじろとする。絵物語では黄金バットに負け、 ジャオーという他のヒーローとの戦いによって、両足を失った後のクロバットが正体であり、元ナチスの科学者ドブロクスキー博士や、ヨーバモモンガのクマ、モモンガとは、同名の動物ではなく、古代の邪神の名前。クロバット一味はこれを信奉する一族らしいが、クマ以外に信仰心がある描写はない。女族ハルピムをコーラを従い宇宙的な悪事を働く。目は二つ。アニメでは彼自身が、 元ナチスの科学者、エーリヒヒナゾー漫画版では、黄金バットと同世代の超古大臣で、生身の手の指が三本であるなど、明らかに人間ではない。アニメ版では、ことあるごとに、ロンブロゾと叫ぶ。またアニメでは四つの目の色がすべて異なり、さらに最終回では逃亡してしまい、黄金バットとの最後の対決はなかった。ナゾーの逃走直後に怪獣が現れ、しかも、 ヤマトネタケルが、彼は怪獣だったのだろうか、というなど、謎の正体が微妙に暗示されていた。1950年12月23日公開。上映時間71分。制作は新映画社。水爆を遥かに超える威力を作り出す、ウルトロン超原子をめぐり、平和利用しようとする発見者、小型博士を犯罪組織、QX 団とその狩猟ドクトル謎が狙う。 それに立ち向かう正義の怪人、黄金バットの戦い、主演に千葉真一を迎え、実写化した作品。モノクロシネマスコープ、73分、制作、投影。日本では1966年12月21日に、封切り公開された。欧米で公開された、際のタイトルは、ファントマゴアゴールデン忍者。イタリアでは当初、 イルリートロのディダイアバレックというタイトルで上映され、映画が白黒だったため本来のカラーリングがわからなかったらしく、黄金バッドがポスターでは全身真っ赤に塗られていた。天体観測を趣味とするアキラ少年は惑星イカロスが地球への衝突コースをとっていることに気づく。アキラは黒スーツの男たちによって拉致されてしまう。黒スーツの男たちは 国連秘密機関パール研究所の書員たちだった。責任者ヤマトネ博士はアキラをメンバーに誘う。研究所では、イカラス破壊のため超破壊光線法を建造していた。その完成に必要な特殊レンズの原石探索に、ヤマトネ博士、パール博士、アキラ、ナオミ隊員、パール博士の孫娘エミリーらは、幻の大陸、アトランタスへと向かう。だがそこは、 謎の集団によって、すでに占拠されていた。彼らの資料は謎を。宇宙征服のためイカロスを呼び寄せた怪人である。追い詰められた彼らは、ある棺桶の中に原石を発見する。棺桶には1万年の眠りについた守護者、オーゴンバットが眠っていた。エミリーが水を注いだことで、復活したオーゴンバットは、彼ら科学者と協力し謎の陰謀に立ち向かっていく。 ふトコロまん、コミックシリーズの第一弾として、大都社より単行本が発売されている。デザインや設定はアニメ版に準拠している。一貫巻刊末には、課による短い解説がある。2006年にアップルボックスクリエイトより、鹿版として上下巻で復刻。ストーリーはほぼアニメ版に準拠しており、黄金バットは最初からいるものとして扱われ、 ルーツなどにも触れられない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。